絶世の美女と謳われたクレオパトラ。しかしてその人生は、ある男が現れるまで辛く苦しいものでありました。エジプトの王女に生まれながら、その実権は幼い弟と取り巻きたちに奪われていたのです。哀れクレオパトラは幽閉の身、祖国エジプトを取り戻すことなど夢のまた夢でありました。本当にエジプトのことを考えているのは私なのに。そんな時、そこに現れたのが当時ローマを統治していたカエサル。ドイツ語で皇帝カイザーの語源ともなったあの有名なお方です。その強靭な力を持つカエサルに、クレオパトラは助けを求めようと考えたのです。しかしクレオパトラは幽閉の身、カエサルに会うことなどできません。そこで一計を案じたクレオパトラ、とんでもない奇策を取るのです。家来に用意させたのは絨毯。これをカエサルへの贈り物にしようというのですが、絨毯を前になぜかクレオパトラは自らの服を脱ぎ始めます。これはまさか。そう、プレゼントは私よとばかりに自らの美しい体をその絨毯で包んだのです。クレオパトラを隠した絨毯は見事監視の目をくぐり抜け、カエサルの元へ。いざカエサルが絨毯を紐解けば、そこには絶世の美女が。美しく輝く素肌に魂まで射抜くかのような瞳。これにはカエサルもひとたまりもありませんでした。ああ、なんて美しいのだ。私のすべてをあなたに捧げましょう。その代わり、あなたの力でこのエジプトをお守りください。強大な後ろ盾を得たクレオパトラは、王女の座を奪還。祖国エジプトを取り戻したのであります。めでたしめでたし。ところがカエサルが暗殺され、実り豊かなエジプトは再び狙われ始めたのです。そこで次にクレオパトラが助けを求めたのは、これまたローマの実力者アントニウス。強大なローマを二分する二大勢力のうちの一方でありました。果たしてここでもクレオパトラのラブラブ作戦が発動。あっという間にクレオパトラの美貌にアントニウスも魅了されてしまいます。これでエジプトも安心だわ。美しさは全てに勝るとはよく言ったもの、しかしそうそうことはうまく運びませんでした。アントニウスがもう一方の勢力に敗れてしまったのです。それはまた3000年も続いたエジプト王朝の最後も意味しました。エジプトを追われたクレオパトラを耐え難い屈辱が待ち受けていました。男たちの心をもてあそんだ罰として、ローマ中を引き回し見せ物にするというのです。それを聞いたクレオパトラは何かを決心したかのように、突如女王の衣装を身にまとい、ありったけの宝石で全身を飾り立てたのです。ローマの英雄たちを虜にしてきた誇り高きエジプトの女王の姿がそこにはありました。そしてそのシルクのような美しい首筋に、世にも恐ろしい毒蛇の牙を突き立てたのです。エジプトの民よ、許しておくれ。エジプトの女王として死ぬその瞬間まで祖国の誇りを汚すことはできない。神から授かった美貌を武器に戦い抜いた女性の物語。これが砂が教えてくれたお話でございます。